Ambition. He is a former WBC World Flyweight Champion. Dynamo Hina. 元フライ級世界王者がバンタム級転向。さあこの二人、これが最初で最後か、それとも比嘉大吾です。And his opponent in the red corner, representing Oasis Boxing Gym, he is a WBA World Bantamweight Super Champion and the IBF World Bantamweight Champion, Naoya Inoue! 2021年はバンタム級4団体統一。さあノースター井上尚弥、最後にコールを受けました。新型コロナウイルスに負けないリアルエンターテインメント、レジェンド大トリを飾るのは日本ボクシング史上最高傑作井上尚弥、そして同じバンタム級に転向を果たしました元 WBO 世界フライ級チャンピオン、ハードパンチャーの比嘉大吾です。共にヘッドギアを装着しての戦いとなります。井上は話しました。生ぬるいスパーを見せるつもりはない、ガチでいきます。対して比嘉、ガチでいかなきゃやられる、突進する。さあいよいよメインイベントの第1ラウンドが始まりました。黄色いグローブが井上尚弥です。そして黒いグローブが比嘉大吾です。比嘉が中央を取ってプレッシャーをかけに行こうというところ、ジャブをダッキングかわしながら前に突進したい、イノシシのようにと話していたのが比嘉大吾です。さあ竹原さん、はい、いよいよメインですね。そうですね、お互いにパンチありますからね。これはダウンの一つや二つあるんじゃないですか。そうですね、うん、畠山さんどう見てますか。そうですね、まあこれは試合というのはスパーリングですけどね、試合の時のような緊張感があるし、本当どっちもね、本当竹原さんが言ったようにパンチがあるから本当ね、瞬きする暇もないですよ、これすごい緊張感です。さあしかしここまで出ていこうというガードの間をついて右のストレートにつなげたのが比嘉です。ショートのアッパー2つ、左顔面当てていきました。右のフックにつなげます。渡嘉敷さんいかがでしょうか。はい、もう2人はね何度もやってるんですけども、今はまた違う意味でね、違うジムでバンバン世界狙ってますからね。比嘉君もどこまでできるか今日勉強になるでしょうね。まあ、数年前数回スパーリングしましたが、その時は歯が立たなかった、そんなコメントもあった比嘉大吾でした。何回もやってないですよ高橋さん、何回かです。じゃあウーを右のフック、これ吹きます。左につなげた。なんかパンチに迫力があるな。全部怖いね、一つ一つが怖いね。木村翔選手がよくこの井上尚弥の対戦相手に名乗り上げたねって勇気を与えてましたね。大体の選手が断ったんですよね。そうですか。うわーボディに集めて一つだけで攻撃変える。ちょっとやばいよ、ちょっとかくってきたな。いや井上チャンピオンよく見てるな。うわー強烈ボディ。しかし出てきます、前に出ます。これ面白い角度で前の手、さあ顔を覗かせるようにしてガードの隙間から右のスイングフックです。効くな、グローブの上から。うわー左、右一つ返しました。比嘉ボディからそのままアッパーに上げていきます。右入れ替えてボディ。なんか比嘉君もパンチ強いんだろうけど、なんか質が違うよね、なんか井上君のパンチとね、なんか見てる感じでもやっぱり的確さが違うね、的確さが、スコーンスコーンって入るからね、井上君の。そうなのかな、なんか質が違うっていう感じですかね。なんかうわー前の手で2つ、右フックが見えています。もう早くも残り30秒、パンチもすごいんだけど、いや井上君のこの的確に当ててくるのすごいね。すごいサイドのステップ、さあ誘い込むようにしてガードを下げています井上。左右を一つ返していく比嘉、ロープを背にしていますが、さあ狙っているようにしか見えない、左ボディ返していきます比嘉も。おおいいね、お互いいいよ。ボディから右のパンチにつなげていきます顔面に。ここ短い前ですが体滑らせるようにアッパーから左右のフック。ここで第1ラウンド終了です。見応えあるね。見応えありますね本当に。竹原さん改めて井上尚弥、そうですね、距離感の取り方もうまいし、なんせパンチの瞬発力っていうんですか、はい、が早いですよね。これ印象的だったのが畠山さんがおっしゃったこう質の違いっていうコメントですね。違いますよね本当に。どう違、どう言っていいんですかね、一発一発ね、
距離のないパンチでも迫力あるんですよね。そうなんだよな、なんとも口で説明できないんだけど、うん、明らかにパンチが違う感じするじゃないですか。なんか日向君とは、日向君パンチあるんでしょ。あるんだけど、的確に当ててくるからね、井上君のパンチは的確にパンパンパンと、うん、それだけじゃない、こんな質っていうのかな、パンチので12ラウンドで、まあ、組み立てることができるんですけど、世界戦は、はい、これ3ラウンドで倒しに来てますんで、そうですね、3ラウンドで多分もう組み立てに来てると思うんですよね。これはすごいな、これなかなか見れないよ、これな。そうですね。さあ第2ラウンドが始まります。黄色いグローブの井上尚弥、このバンタム級に階級上げてきたのが元フライ級王者の比嘉大吾です。うわ、右につなげます。最後井上ボディ呼び込むように左ガードを下げて下からの軌道のパンチです。ここはクリンチ一旦嫌います。比嘉君もね、15連続の KO、ね、ね、KO 連続やってるからね。浜田剛さんに並ぶ日本の記録です、ね、ボディ、ボディ2つ、今度は顔面につなげて左、左2つです。頭から入っていきます。ちょっとつ猛進、その戦法でいきました。比嘉大吾は話しました、もう対策しても仕方がない。アッパ入ったよ、アッパ入ったよ。対策は通用しないとも話していた比嘉、前に出るしかないと話しています。左お互いにジャブを刺しました。ツースリー、左期待が当たります。左のボディフック、比嘉が返す。あ、倍になって帰ってきます。しかし、まあ、しっかりね、ブロックはしてるけどね。うん、左空を切りました。近い場合で見えています。お互いのプライドをかけたね、この戦い、すごいね、ピリピリするね。左でした。うわ、ここあえて顔を前に突き出すようにします。左ボディフック、これはしっかりエルボでガードしているか、突き放した。パワーの差もあるのか。うわ、左強烈レバブロ。すごいな。うわ、顔面ボディとフックを打ち分けてきます。比嘉君はもらいながらでも下がらないからいいですよね。あ、今度アッパーでした。ね、比嘉出したもんだね、打たれながら前出るもん。そうですね、これ下がったら逆にやられちゃいますからね。逆にっていうか下がったらダメだよ、うん、逆にっていうかもう一気にやられちゃうから。比嘉のボクシング前に出るボクシングだからね。アッパー。第2ラウンド残り時間1分、残り1分を切りました。下がらないからまだ耐えられてるんだね、これね。いや、比嘉君もこれまだまだ世界取るよね、これ。血が入ってきます、アッパー。しかしこの左ボディ、右効いた。顔面がグラッと揺れました。右ステップ入れ替えてよ。右ステップ、ナイスジャブ、そのジャブで、そのジャブで、オッケー。うわ、効いてんじゃないですか。吹っ飛ばされてるもんね。アッパーから左、うわ、ラスト30、さまざまな軌道が2歩下がります。バックステップ、呼び込んでワンツー、入れ替わりました。右ノーモーションから来た、今度は前の手です。2つ3つ4つ、いや、しかしここはもう下がらない。下がると飲み込まれる、出るしかないか。うわ、しかし下がりながらも的確に入れてくる井上。ないね、これすごい。アッパー、残り10秒切ります。右につなげた、ここ最後は1つガードしていましたが、第2ラウンド終了です。やっぱりすごいね、すごいもん同士のスパはすごいわ。うわ、迫力ある。お、ヘッドギア取ったよ。おお、ヘッドギア外しました。両者とも外した。いや、怖いなこれ、怪我ないかお前。ちょっと竹原さん、盛り上がり、盛り上がりな、盛り上がりますよね。いや、これ怪我怖いよ、それより。で、比嘉君もやっぱりプライドあって、すごいですね、向かってきますもんね。いや、すごいな、比嘉君もな、結構打たれてますよ。これ来るかね。比嘉選手のセコンドにも今乃木トレーナーついていますが、まあ、井上選手がもしバンタム級にとどまるならどういうふうに戦うかは頭の中で実は考えてますと。 3,4 戦やってみて、このバンタムで少なくとも世界タイトル持っていないと話にならないが、ベルトが挑戦の資格になると思うので、その段階を踏んで、そんな話もトレーナーしています。まあ、そのうち戦う可能性もあるわけですからね。さあ、なんと最終第3ラウンド、両選手ともヘッドギアを外しています。黄色いグローブがモンスター、井上尚弥、まさにモンスター見せています。しかしそれに愚直なまでに前に出てくるのが比嘉大吾です。ワンツースリー、アッパー、しっかりガードを重ねながら体を振って左、
当たりは倒れる。正直に入るな、ジグザグに入れ。正直に入るな、そんな声もノキドリーナーからでしょうか。聞こえてきます。柔らかい、これ前の手でポンポンと下から触るようにして、まあ、マタドールのように操るようにします。左につなげたアッパーがあります。日が左上から、いや、渡嘉敷さん、本当にヘッドギアないですからね。いやもう見逃せないね、これね。左ボディだ。一瞬の隙も。うわ、すげえな、これ。バッツ中に閉じ入れる。うわ、左足で一つ。うわ、下がると見せて右。しかし、ファーを下げたまま。いや、お互いのいいとこ出てるよね。お互いのいいとこ出てるよ。はい、右待って。頭から入ってボディに集めます。この後井上はアッパーでした。右、ヒール、右を一つ飛ばしていきます。ヒガリズム変えて、リズム変えて、セロ、セロのセロだよ。顔で避けたんだろ。ソンジャブ、ソンジャブ、ソンジャブ、腹まで、バックステップ前外します。背中を一瞬抜けながら右、今顔面はうまく流しています。そして下からすくい上げるようにアッパー。しかしちょっとつもうし前に出続ける、このスタイルは変わりません。ヒガ右の叩き始めます。ああやって見せるんだが、井上君も相当な余裕を持ってんだね、これ。左2つです。畑山さん、どうですか。ちょっと言葉なくしてますけど。いや、もう見入っちゃいますよ。本当見入っちゃうよね。ああ、言葉がない。やったからさん、分かりますね、その気持ち。分かりますよね。はい、ね、比嘉君に打たしてるんですけど、まあ打たれてないですもんね。ああ、はい、いいだけで避けながら狙ってますもんね。あ、これも流してるんですね。スイーピングアウェイ使いながら、この余裕すごいな。まあ、肩でガードするようにして、ちょっと笑いました。答えた、右のストレート入れた、一つアッパー。日賀もガード下げています。右届きません。日賀君もこんな強いのと戦ったことないって感じですよね、これ。うわー、アッパー2つ、3つ、おー、すげー。ニードルジャブです。いや、愚直に前に出てきますが、当たりません。当てさせません、井上。残り30秒切りました。この2人の戦いが見られるのはもうあと24秒。アッパーで来る左フック、笑ってる、答えています。こうして、うわー、右強烈だ。いい右アッパーですね。入ってますね。はい、比嘉君の突進力もいいですね。比嘉諦めません。諦めないもんね。折れません、はい、さあ残り10秒です。ワンツー入れました。世界狙いやつは違うな。右ストレート入れました。この2人の戦いはこれが最初で最後なのか、それともまだ先があるのか。ここで終了。チャリティーボクシングイベントレジェンド、いや素晴らしい、メイン井上尚弥対比嘉大悟終了です。いや、これ世界タイトルでやってほしいね。世界タイトルでそうなの。いや、すごいすごい。いや、ちょっと畠山さん、はい、最後のメイン、ちょっと特別でしたね。そうですね、これは試合と一緒だね。すげえわ。さあ、リプレイも振り返りましょう。竹原さん、改めて試合通してどうでしたか。はい、そうですね、まあ、あの試合の流れは全部あの井上君がもう全部取ってたと思うんですけど、井上君ペースやってたんですけど、でも比嘉君も、まあ、最終ラウンドですか、もう本当にね、常に初突申しんですかの言う通り本当に向かってきてますよ ね、 いや、 すげー。やっぱ比嘉君もね、チャンピオンだけあっただけあって、やっぱ強いですね。そうですね、これ本当に畠山さん、比嘉選手がね、どう感じたでしょうね、このスパーをやって。まあ、何年か前にね、あのフライ級の時にスパーリングやってるって話聞いてましたけども、まあ、差はね、両選手に会場から拍手が送られます。これ世界タイトルで小さいグローブで見たいですね。それでは。